どうもこんにちは、ミオレです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが大気圏くんです。いや、具志堅ですよ。具志堅だよな。分かってたよ。一か八かだったんだけど、確かにね、馴染みある人じゃないとカメラマンお願いできないもんな。そうでしょ。空気、いや、具志堅ですよ。具志堅か、そうか。空気、馴染みあるっていうか、そうだ。今日もでもカメラマンたまのたのいや、もうダメだダメダメ、頼もうって言ったじゃないけど、道場破りみたいな。頼もうって言って入るやつじゃないんですよ。親によっかめと言われてるので。いや、それ神違いだ。まあでも具志堅ね、はい、お願いします。お願いします。まあ、今回は産卵セットを割り出していこうと思います。これもう具志堅1回あるからね。そうですね。カブトムシの幼虫になってるやつを割り出していくんで、カブトムシですか。そう、ヘラクレスのヘラクレスヘラクレスとヘラクレスセプテントリオナリスっていう、この2種類が、まあ、最後卵の状態で取り出すことなくもう幼虫になってるんで、それをやっていきたいと思いますんで、はい、三森さんのその胸の T シャツのは何ですか。あ、これヘラクレス。これヘラクレス。ヘラクレスヘラクレス、んヘラクレスヘラクレスっていうやつ。そういう名前なんですか。あ、そうそうそう、ヘラクレスっていう感覚で言ったら、具志堅でいう具志堅の部分がヘラクレスで、生徒っていうその具志堅の名前の部分がヘラクレス。いや、よくわかんないよ。だから名字プラス名前みたいな感覚で、ヘラクレスヘラクレスだったりセフテントリオナリスだったりとか、そう、名前の部分がちょっと違うみたいな。なるほど。のその2種類をちょっと割り出していくんで、これもうまた楽しいやつになると思うんですよ。それも一気に出していきます。こちら、これもう幼虫見えてんの、こっちは。あ、本当だ。こっちはメス。そうだよね、多分2匹いる。そう、2匹。はい、そうです。違う、3匹いる。じゃあ、いや、4匹います。え、めっちゃいるじゃん。やけに白い。本当だ。これとこれ違うよ。これ幼虫じゃないよ。それ違うんですか。ああ、ちょ、おいってボケてくんなって。出てきたな。やけに白い。いやいや違う、これはもうラベルだから。ここにね、シールの取り残しみたいなのあって、それを具志堅がシンプルに幼虫と勘違いするっていう。しかもその中に幼虫いなかったっていう。この2つちょっとやっていくんで、こっちは絶対いるんでね、こっちがどうか分かんない。目視で見えますね。そう、で結構すくすく育ってる状態なんで、はい、これやっていきます。先にあこっちからいきますね。そうです、はい、ちょっとまあ今のところ期待は低いですから。そう、まだ分かんないやつ見えないね。よし、じゃあこれやっていきます。止まり木とかもね、だからメスが欲しいなった時にこの木とかも取り出しとけば、またちゃんと処理すれば使えるんですけど、もう多分マットだよ、結構もうついちゃってボロボロなんで、感じでも簡単に割れるんで、これは処分します。よし、じゃあいきますよ。あ、いるいる。いいですね。言いましたね、ここに。あ、本当だ。出てきた。いましたね、早速。さっきのやつか。あー、かもしれない。あ、違う、2匹いる。あ、本当だ。まあ、8ぐらいいてくれればね。どうだ、このぐらいのサイズなのかもね、もしかしたら。なるほど。8月の下旬なんで、1ヶ月半ぐらいだから。あ、ほら、いた、孵化したて。まあ、孵化してそんなに経ってない。まあ、これ自体はヘラヘラ、合計幼虫、まあ、15頭ぐらいかな。18個卵取れてるんで、だからまあその飼育する分には確保できてるんで、そっから、おー、いいね。あ、いた。さらに、なしなし。さらにたくさん抱えたいから、できるだけ取れた方が嬉しい。これ結構ちっちゃいね。もうね、ただね、これこうやってグリグリやるじゃないですか。僕、卵の時は結構力加減いい感じでやれるんですよ。卵潰すとかあんまなくて、うん、幼虫ってなると幼虫の方が柔らかいから、周りの膜的な部分で言ったら、はい、幼虫の時はさらに注意して。何気なくやってるように見えますけど、神経がいってるんですね。そう、本当にもうそのためだと思ってるからね、手は。うわ、じゃあもうお箸持つのは二の次ですか。いや、もう二の次。忠誠心がすごいな。最悪使わないもんね、手。え？あ、はい、いますね。結構いるね。小さいですね。意外と。俺、美容室行ってないし。え？だから、あの、自分で切ってるんで。自分で切ってるんですか？だからたまに実家に帰った時に、地元の先輩と、まあ、高校時代からお世話になってる美容師の人がやってるカッカっていうお店があるんですけど、平町っていうところに
や宣伝宣伝ですね。先輩のお店の。確かにそういう効果あったらいいけどな。いや宮崎で見てる人もいるかもしれない。あでもなんかちょくちょくいて。あいいですね。だから地元と一緒の人が見てくれてる。それ嬉しいんだよな。そうですよね。宮崎の人じゃないと分かんないデパートの名前とか。あなるほど、ローカルな。そうそういうのも知ってくれてたりとか。へえ。あ卵まだ孵化してないのもありましたね。ただもうすぐ孵化するようなやつ。見落としがありますね。見落としもあると思う。から極力やっぱ残してた方がいいね。そのラベルも貼りっぱなしで1個ならいいですけど、うん、ケースが、うん、三森さんとか他の人は何個も抱えてるわけじゃないですか。そう大変ですよね。そうね。だからたまに忘れてたりもあるよね。そういえばやってないみたいな。あ数は把握できないね。ほんと何ヶ月かに1回数えるんだけど、今何匹いるかみたいな、はい、何種類いるかみたいな。まあ、でもそれも楽しいからな。時間はかかるけど、まあ、なんか産卵セットメス取り出して放置してるのを完全に忘れる時俺があるんだけど、はい、ただねそういう時って髪の毛がピンって立って、うん、産卵セットを感じる。いやゲゲの鬼太郎じゃねえか。1個少なくなった今。ゲゲのじゃなかった今。いや僕も思いました。電車乗ってる時とかに髪の毛立って、うん、やばい、うわあの人の髪の毛立ってんぞって思われるでしょ。いやでも結構最近は慣れてきたか分かんないけど、はい、みんな隣の人とかは、うん、今日ちょっと多めに立ちますね。いや仲良くなりすぎだろそれ。僕も閣下に行ってその髪型にしてもらいたいな。いやだからね、もうこっちからのめちゃくちゃお願いだけど、はい、閣下に行って今日どんな髪型でって言われたら三森さんみたいにお願いしますって言ってほしい。店員さんは、うん、まあ、先輩ですか三森さん。あそう先輩か、はい、もともと美容師の人で俺がもう12年ぐらいお世話になってる美容師の人。なるほど。の人いや通じますね。そう通じる、全然通じる。閣下がそうできる前からだから独立する前から知ってるから、その美容師の人、で閣下ができてその何大変な時期とか経営とかやっぱもう知らないことだらけだから、そうですね、俺も憶測では言えないんだけどね。そういう中で一人でずっとやってて、はい、新しく入ったのが俺を閣下の美容師の人を紹介してくれた先輩が美容師になって二人で今やってる。美容師になったんです、ね、そうすごくない？すごいっすね。めちゃくちゃいい話。いい閣下いいですね。閣下めっちゃいいんだよ。だこれは宮崎の方に見てもらいたい、ね、そうね。宮崎の人はぜひ、うん、他の方はね、あそういう場所もあるんだとか。そうですね。とかなんかもしかしたら被る人もいるかもしれないし、もずくサロンのことだみたいな感じ。もずくサロン閣下みたいな美容室かぶってる思い出がある人もいるから。ああなるほどなるほど。一旦もずくサロンに。ああなるほど。いやーもずくサロンはちょっと嫌だな。いやまあ確かにとろろ昆布サロンでもいいけど。いやでも飯屋でしょそれ。ご飯屋さんでしょ。結果こんな感じで。ちょっとでも最初目視でいなかったので。そう結構意外といたね。そうですね。しかもちょうどいい感じでサイズも。だから幼虫13の卵2バッチリ。バッチリですか。いい感じですね。はい、ちょっと一回ここ置いて、これ一回この中入れます。はい。では結果、15トータルでいて、はい、はい。ここに一旦管理して、もうすぐこの後昆虫ハウスの方に持って行って引っ越しさせるんで、はい。この感じだったらね、またこっちもたくさんいてくれればいいけど。さっき見えなくて15もいたね。そうね。これはもう。こっちも4匹ぐらい見えてるからね。4匹じゃない、3か。こいつも入れてんのか、女子店は。いや、僕はそうですね。今3見えてるから。これセプテンですね。セプテン。はい、これもやっていきます。7月ですか。これは8月頭だね。これはどうだろうな。でもだいぶ、ダニもすごいな、この土は。絶対使えない。なるほど。いきます。おお、ここにも。めっちゃ元気な。素晴らしい。これはもう取りやすいね。はい。うわ。これすごいな。いっぱいいる。はい。あ、こっちに。おお。あ、めっちゃいるじゃん。いいですね。すごい。もうセプテン自体幼虫もう50ぐらい取れてるんで、結構産んでくれましたね。いい感じで。いいですね。もういいんじゃない。おお。
晴らしい。元気そうで。こんだけ大きくなってくれてれば見つけやすいな。そうですね。なんか全然関係ないですけど、うん、ここで作業して、うん、成虫をなんか置きっぱにするじゃないですか。うん、まあなんか作業中に、でなんか蓋開けたりそのままにして逃げちゃったみたいなのあるんですか。普通に逃げられることはある。まあ今年も1回あるしね。それこそ動画で上がってて、1回ブラナウンコクワガタだいぶ前なんだけど、はい、を、まあ、購入品紹介のために出してて、動画で収めやすいように成虫を上の方に上げようとしたらもういなくて、蓋開けっぱにしてたから逃げられちゃったみたいな。ただまあ後日見つかったからよかったけど。ああそうですね。だから逃げられた時の僕がやってることとかもそれ見れるんでそう概要欄にも載せとくんで。あ貴重ですね。なんか気をつけるのはやっぱもう極力外とかは開けない。開けるとしたらもう網戸にして逃げられはしないように換気とかする方が。うん、やっぱ海外のクワガタカブトムシは生活環境も環境破壊問題とかにもなりかねないから。そうですね、逃げちゃうんだよ。そうやっぱ逃げちゃうね。うん、すごいな、元気そうな。あんま良くないんでしたね今のこの土は。そうね、もうだいぶ劣化してる。これさっきの土なんだけど、これと同じだったのね、状態で言ったら、はいはい、これよりちょっとまだ細かめのマットだったんだけど、はい、こんな感じでよく見たら木の破片とかみたいな感じの、まあ、粒が1個がでかいのね。これ自体こう見たらこういうちょっと木とかも混ざってたり、ちょっとチップ要素が若干あるというか、ここら辺こんな感じでなんだけど、の中にまあ細かい粒子的なのがあって、その固めやすいんだけど、これ、まあ、色もそう。まあ、あとダニとかもすごいいてね、その細かい砂が多くなってるというか、伝わるかわかんないけど、こう触った時に冷めたクリームシチュー食った後の歯茎の上ザラザラするじゃん。難しいな。ザラザラするのわかる？わかりません、まあ、じゃあね、小麦粉を触った感覚。まあ、いやいや、もうサラサラのギュッてしたらなんか全部がまとまりきっちゃう感じというか、うん、になってるのはやっぱちょっと劣化し始めて。ああ、そうなんですね、うん、まあそういうマットもあるんだけど、はい、本当に細かい。ああ、なるほどなるほど、元から。そうだから、これはもともとちょっと粗めのやつだから、うーん、人によってまたあるかもしれないけどね、そのマットの劣化の見方は。あとセンムシっていう本当細かい白いミミズみたいなのがちっちゃい、めちゃくちゃ出てきたりとか、あ、コバエが湧いたりとかしたらね、そういうのもあったりするから。あ、まあ、また冷凍してこれ使ってでなくはないんだけど、はい、やっぱそれこれに新しいマット足してとかやれば、こいつ自体が劣化してるから、その新しいマットもすぐ劣化する可能性が出てくる。そう、移っていっちゃうというか。ああ、なるほど。からもうこれは適切な処分でっていう感じかな、はい、でまあ多分もう幼虫も今いないと思うんで、結果はこんな感じ。結果は16頭ですね。お、いいですか。いい、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。 D でもない、うーん、 F でもない。E、そう、このアルファベットの E じゃないでしょ。うん、いや違う違う、1匹残ってます。これ幼虫じゃないから。でかい幼虫1匹残ってます。でかいの残ってるけどな。いやだからこれは違うから、育種研もブリード始めたら分かる、これが幼虫じゃないのは。あー、ちょっとまだ分かんないですね僕。いや絶対分かるから。まあ結果16 、はい、でこれちょっとまた別の容器にまあ移し替えて、これ結構大きいんで、まあ、こういうでっかいやつに、はい、軽くマット入れてちょっと昆虫ハウスの方に持って行って動画外でお引越しさせます。はい、ということで、まあ結果的にだからトータル31卵も含めて、はいはいはい、そうですね、2種類で、はいはい、になったんで、まあ良かったかなと思います。いいですね。ということでこれまあ楽しかったなと思った方、ぜひ高評価チャンネル登録もお待ちしてます。でこういう動画やってほしいとかあったら、まあその実際にやれるかどうかは別として参考にしたいと思ってるんで、ここでなんか見本みたいな、そうとかもやれたらいいし、例えばなんか今ランバージャックとか昆虫ショップ巡りとかたまにやってるけど時間があれば、はいはいはい、それ以外にもこういう施設あるんで行ってみてくださいとか、三森さんが勉強になるかもしれないですね。そう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 、なんなら私の僕の昆虫部屋紹介してくださいとか、おもしかしたらそういう場所にも行かしてもらったりとかしたいんで、すごいですね。なんか今のは例えばなんで、はいはい、まあ、またいろんなやってほしいこととかあったらぜひ、うん、参考にですけど、実際にやれるかはまた、はいはい、いろんな事情であるんでですね。ですね。で質問とかも最後たまに質問コーナーみたいなのを設けて、うん、動画の最後に上げたりするんで、ぜひぜひコメントの方で質
問も企画とかの提案とかもお待ちしてますんで、はい、コメントくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。